動画の視聴ありがとうございます。私、レック専任講師、根本翔司と申します。今回は、レック東京リーガルマインド司法書士と、お願いします。宅建吉野塾の吉野哲則の、コラボ動画、そして、どうぞ。はい、レック専任講師の雲野です。今日は司法書士と、宅建、両方の資格をお持ちの吉野先生を交えまして、適当にトークをするというですね、企画を考えさせていただきました。どうぞ最後まで、ご視聴いただければ幸いです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず皆さんご紹介自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。ではまずは私の方から私根本と申します。平成13年に司法書士試験に合格し、今は司法書士受験指導だけに専念しております。で今回はこういうコラボ動画になりまして、もういろんな化学反応が起こると思います。楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、宅建吉野塾の吉野哲則です。本日よろしくお願いします。私も講師として15年ぐらいやっておりましてですね、で宅建の吉野塾という講座もね開いておりまして、あとお二人のおかげでもあるんですけど司法書士受かりましてですね、もう3年前から開業してましてですね、司法書士の仕事も一緒にやっております。本当にお二人には感謝します。はい、今日は楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、私は平成8年に司法書士受かりまして、その年に宅建も合格しております。今はレックで司法書士の講師をやっているのと同時に、横浜の方で司法書士事務所も開業して、実務の方もやっております。今日はですね、ちょっと吉野先生と、どんな話が、できるのか事前打ち合わせほぼなしで、ですね、どうぞお手柔らかにお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみに今回このコラボの企画ってどんな意図でしたっけ？どんな意図？どんな意図？私も連絡来たんですけど、そういえば、俺どんな意図でしたっけ？私が見つけたんです、先生を。あ、そうなんですね。ツイッター上で、ありがとうございます。イケメンがいるっていうことで。いや、待って、レックにもすっげえイケメンがいるじゃない。いやいや、いないっす。いないっす。少なくとも司法書士の講師にはいない。そうなんです。で、私が司法書士の担当社員に、はい、ちょっとこの何イケメンって、司法書士持ってるみたいなんだけど、どうなのって言って、でトントン拍子で、吉野先生の方にご連絡いったっていう。あ、そうなんですね。次の日には社長まで行ってしまったっていう。すごい話になりますよね。でもちょっとね、根本先生の口数が少なくなってるんですけど、なんだろう、いろいろなんかいろいろ引っかかるところあるんですけど、やってみましょうか、その辺りは。いいじゃないですか、世の中でイケメンかそうでないかしか2種しかないんですから、まあ、そうですよね。いいんです、はいはい、いいです。わかりました。じゃあまともな話にしましょうかね。もうせっかくですので、例えばこの2つの試験、私も実は宅建持ってました。もうすごい古い話なの、全然もう覚えてません。覚えてないですね。吉野先生から見ても、宅建と司法書士、この両方を持っていること、うん、ってことは一般的には多いんですか、少ないんですか、今の方って。いや、そうですね、やっぱり目指したいって方は多いと思うんですけれども、実際に持ってる方って、ね、やっぱり少ないので、やっぱりそういう意味では希少価値は、ね、高いかなと思うんですよね。その宅建を取ってから司法書士の方が多いのか、それとも司法書士を取ってから宅建なのか、どんな感じですかね。まあ、やっぱり一般的には司法書士取ってで宅建を取ってるって方の方が割合的には多いかなと思うんですけども。そうですか。ステップアップの方が多くない。いやー、でもやっぱり司法書士取って、でその中で宅建っていう風に、まあ何でしょう、学習時間っていうのが短いから、宅建と司法書士比べて、まあ、学習しやすいかもしれないですね、司法書士。あとは不動産の売買の決済の時に、ね、不動産会社の、担当者と我々司法書士1対1で話すじゃないですか。あの時にやっぱりね、宅建持ってないと。そうですね。もう少し詳しく教えてください。持ってる持ってないどう違うんですか。不動産売買の時に買い主さんと売り主さん、そして司法書士が売買代金の決済に行くんですよね。はい、でその時に結局仲介業者の不動産会社の方なんかがこう同席されたりなんかする時に、やっぱりこう若い司法書士の先生だったりすると、やっぱり舐められることが、舐められてはいないんだろうけれども、自分で舐められちゃってるんじゃないかなって思っちゃうことがやっぱり若い時にあって、でそういった時に、やっぱり不動産会社の仲介の方たちが結構こう年齢が高い、ね、やり手の方だったりなんかすると、こっちも気後れしないようにするためにも、竹持ってるっていうのが一つの自信になったりするっていうのはありますね。うん、私もそれで私も大学生の時に司法書士取ったんで、それで大学の4年生の時からもう決済とか行ってて、大学4年生やっぱり大学4年生の時に、すごいですね、当時と今の決済の時は違いますから。当時と違いますね、これね。いやでもその場の決済の時に大学生がいるってすごいですよね。まあ、でももちろん登録しましたよ。いや、もちろんそうですよ、すごいですよね。私大学3年生で受かって大学4年生から登録して決済行ってた時に、もう舐められまくったんですよ。いやいや、そうでしょうね。だって不動産会社のね、営業マンから
から見ればなんだこの小娘みたいな感じですもんね。もう私も若かった、私も当時は若かった、今でも若いですよ、今でも若いですよ、今からも四半世紀以上前の話だね27年前で、その時に 若かった時にやっぱり舐められて、でもところが宅建取ってから、私宅建持ってますからの一言で全てが変わったんですよ。お、だから宅建持ってるっていう一言がこんなに違うんだっていうのは、うん、思いましたよ。あ、そうですね、結構やっぱり宅建ってステータス、もちろん使用者もステータスなんですけども、その不動産会社にどうしても名刺に取引士、宅建士ってあるかないかで、もう本当に信用違いますし、営業マンでもそこでモチベーションっていうのがね変わってくるので、不動産のね、会社だって営業できなくなりますよね。いや、そうなんですよ、そうです、結局いないと、すみません、そこ詳しく、はい、どれぐらい必要なんですか。従業員5人に対して1人以上必ず法定設置義務があるので置かないといけないので、やっぱりその大企業さんになればなるほど支店とか増やしていくじゃないですか、はいはいはい、そうすると絶対数宅建士が必要になってくるので、そういう意味ではニーズがすごく高いんですよね。で最近まあ、今年はちょっとコロナの影響で 5%、まあ、1万人ぐらいちょっと減ったんですけれども、だいたい20万後半27万人とか、今年は26万、ね、すごい規模ですよね。そうなんですよ、本当にマンモスの国家試験と言われてるぐらいで、一番多い国家試験なんですかね、実際に。まあ簿記とか、まあ、英検とか、ね、あれはまあちょっと微妙だけど、うん、国家試験の中ではかなり群を抜いて一番じゃないかなって感じしますけどね。なるほど。で今その宇野先生の方はその宅建、使用書士を持っている方が宅建を取ることのメリットという話だと思うんですが、吉野先生は順番どっちなんですか。はい、いや自分は宅建取って行政で司法書士っていう、じゃあステップアップですね。そうなんですよ、そうなんですよ。初め宅建選んだのなんか理由かな。いや大学生の時にやっぱり自分も遊んでたタイプなんですね、だから、うん、そうなんですよ、どっちかと勉強しないタイプだったんで、もう教授から当時のお前吉野勉強しろよって、宅建ぐらい取ったらどうだみたいなって言われて、宅建ですか、宅建でじゃあ何級取ればいいんですかみたいな、検定だと思ったんですよ。それ何年生の時。いや1年の時に言われて、で1年の時勉強して、で2年生の時に、1年3月ぐらいから始めたのかな、で2年の時に一応なんかとりあえず勉強して頑張って取って、でそこから行政書士とかをやり始めたって感じですかね。まあ結構時間かかっちゃったんですけどね、その勉強、その宅建から行政書士として司法書士とした時に、はい、やっぱその勉強の違いって出てきますか。いややっぱり違いますね。どうしてもそのステップアップにつれて、まあ、範囲が広くなってくるので、そこの絶対的な勉強時間っていうのを確保しないといけないというのがやっぱ多かったですね。勉強時間ですね、うん、そうですね。でそんなに内容っていうのはその宅建でやったその内容とそんなに実は変わんないんですよ。私もそう思います、うん、同じ分野で、そう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 、民法でその法定条件とか物条代とか問題見てもほとんど遜色ないぐらいなんですね。そうなんです、これぜひね皆さんにもね見てほしいんだけど、そんなに差がないから実はチャレンジねそんなに難しくないんじゃないかなと思うんですよね。本当に私もちょっと、もうすごい昔の話なので最近見て思ったのが、その宅建の方が余計すごい思いっきりいろんなことを手を広げてやるから逆にすごいなって思います、あれがちゃんと覚えて本職っていうのは。もちろん捨てかむことはあると思うんですよ。だから同じ問題が出るんだったら解けるからステップアップ面白いと思うんですよね、やってみても。そうなんですよね、だからそういう意味で本当に宅建から司法書士っていう、チャンスもすごくあると思いますし、これからぜひね宅建勉強されてる方はね、お二人の講義を受けて司法書士の方にね頑張っていただけたらなと本当に思います。本当に一つ一つのやってる内容はそんな変わらないっていうのは間違いないですよ、間違いないですね。これは本当に思いますよね、じゃあちなみにこの逆なんですけど、初心受験生が宅建受けた時に同じ分野ってあるじゃないですか、はいはいはい、それ絶対取れるもんですか。あ、ほぼ取れますね。不動産登記法は、あ、不動産登記法も取れちゃいますね。だからすごく勉強しやすいと思う、司法書士から宅建っていうのも。で区分所有法とかちょっとその借借家法とかっていうのは微妙なところあるんですけど、借借家明らかに難しいですもんね。私パッと見て思ったのが借地借家と区分と、あと不動産登記表示、法令制限とかね、そうですね。で宅建業法っていうのがあるんですけど、司法書士でいうと司法書士法と似てるんですよ、手続き法のところがあって、だからそこでもちょっと学習しやすいところがあるかなと思うんですよね。だから反対に言うと宅建の受験生もその司法書士の民法もちろん受けやすいですし、その司法書士法っていうのも実は宅建業法と似てるところがあったりとか、結構関連テーマはあるので面白いかなと思うんですよね。そうですよね、供託って部分でもそんなところで似てくるところがあるし。そう根本さんどれぐらいで受かった、司法書士取ってかな。1週間実質勉強してるくらい、1ヶ月やってないかな。あららら、もうお二人とも自慢話ですね。これはごめんなさい、自慢話ですね。あららら、だって逆にだって、ね、受かってその年ですもん、私も。あら、私も受かってその年。今ね、宅建受験生敵回しました。だと思いますよ。だって勉強しなくていいとこ決まったし、あとだって常識があればなんか解けそうだったし。
そう でもだから本当にレックに身を置いててなんなんですけど、本でやりましたね。ああそうですね、吉野先生のこういうね、このあの吉野先生のこう、でも今いいですよね、本当いろいろいい本が出てるから、レックの水野先生も、そう水野先生出ますからね、もうなんかそういう本でやった記憶が、私もそうですね、うん、やで当時は全然なかったですけど、今比べたら昔はなかった、本当に昔はレックの出るデルジュンとかデルジュン、そうですよね、でもデルジュンはもうずっとベストセラーですもんね、うんうん、もう自分がもう学生の時からありますから、もう、うん、俺20年使われますから、あれ使った、うん、あれ使った記憶があります、うんうん、で、あれを使って、まあまあ、私はでも1週間じゃない、1ヶ月はやった、やりました、1ヶ月も1週間もそんな変わんない、そうですよ、もうやったよね、すごいですよ、でもその年に私も行政書士も取ってるんで、あららら、また自慢、自慢が始まった、あらら、もうね、頭がいいってアピールですよ、それそして大学4年生と決済やってましたね、3年生、3年生、あ、5年生、いや、司法書士取ってからの、私はだから司法書士からのこう、うん、行書と宅建を同時に取ったんだっていう、うんうん、で司法書士から例えば行政を宅建取るときってその同じ分野は勉強しないじゃないですか、うん、やっぱ違うところだけに特化する感じですか、違うところだけ、だから法令制限にもう本当に手こずって、ね、あれは確かに建築基準法とか、うん、もう夢にも見ました、まあ、あのあとなんか今でもですか、あの春日井とかなんか建築の建築とかもうあのあたりはダメだなと思ってあれにはなんかたまに、ね、変なもの出てますからね、あどうなんですか、宅建受験生、あの、はい、初心受験生の方だと全部の問題全部解かなきゃいけないと思うんですけど、はい、宅建の場合ってどうなんですか、いやもう大体15問ぐらい落としても大丈夫なっていう、まあ、一般的に35点ぐらい、7割取れれば、まあ、受かるって言われてる試験なので、たまに37点とかってあるんだけども、まあ、大体35点前後っていう合格点なので、うん、まあ、あの捨て門を作っても全然問題ないですね、捨て門っていうか捨て分野を作っちゃう、捨て分野でも、まあ、たまに広げちゃう方いらっしゃるんですけども、そこ捨てちゃっても合格点は結構いったりするので、むしろそうやって絞った方が、まあ、受かりやすいかなっていう、ね、だから宅建もし初心受験生が受けるとしたら、もう捨て分野があっていいんだってことを割り切らないと、うん、多分勉強、あの本当に愚直に勉強しちゃうとハマるのハマっちゃうと思うんで、あそうそう結構ハマっちゃいますね、うん、そこは気をつけた方がいいかもしれないですね、うん、あと思うのが初心受験生の場合だと結構一個一個理由付けが欲しくなるじゃないですか、うん、でそうすると用途制限とかになった時に、なんでこれ病院ダメなんだとかなんでこれ作ってくれんだよとかいいじゃねえかよとって言って調べ始めてまあ沼にはまっちゃうパターンですよね、完全にダメな方法ですよね、宅建沼があるぞ、宅建沼が入っちゃいけない沼があって、まさに用途制限に今入っちゃったから宮本先生入っちゃったから今沼が入っちゃうんですよね、ダメなんですよねダメダメ、そこの沼ダメ、でも宅建沼って言ったら、あの不動産東京も沼じゃないですか、沼なんですよ、あそこも沼が、ね、あるんですよ、めちゃめちゃでも初心受験生は不動産東京絶対取ってくる、絶対ね、でもあれ宅建1問、宅建1問ですよね、あれ毎回1問見るけど何やらしたか分かんないですよね、でも表題部とか出るからね、表題部、表題部出る、新借権の登記事項出るから、出るし、それ単独申請できるしないよみたいな、仮登記なんかやるのかっていや本当そうなんですよ、まあでもまあその不動産東京の沼は司法書士受験生は取れますね、うん、もうあの秒であの目つぶっても取れる、あそれ違うかな、目つぶっても取れる、あでもさっきの話を繰り返したんですけど、やっぱ理由を追いかけない方がいい感じですか、いや理由は追いかけてほしいんです、科目によって結構違うんですよね、やっぱ法令制限になるとその理由付けでやるっていう勉強法に慣れてない受験生結構多いんです、やっぱ登竜門的なところがあるから、法律系の初めて法律系勉強される方って理由付けができればいいんだけども、うん、その理由付けは難しくて、うん、なかなかそこで勉強が進まないって方いらっしゃるので、逆にその暗記分野みたいな形で、うん、ある程度割り切った方が点数は伸びたりするんです、ね、あなるほどね、だからその分野分野で割り切りと理由付けっていうことなんですかね、そうなんです、だ民法はやっぱり理由付けしながらやっていった方が、うん、点数は安定するかなって感じですね、なるほどなるほど、でもレックの、ね、水野先生なんかのやっぱり宅建の講義民法を見てるとすごいですよ、よくそこから説明できるなっていう、司法書士の受験生に対する民法の講義とは全然違いますよね、そうですね、またちょっと色が違うから、色が違うし、うん、いやもういや そこまで降りて説明するんだっていう、だいやいや逆に尊敬と、もう、うん、いや、うん、そこからの講義なんだっていう、ですよね、うん、本当そう思います、本当にもう尊敬 しますよね、なんか なんで、まあその別に資格の上限っていうのを設定するつもりは全くないんですけど、まあ司法書士を勉強して、まあ、合格例えばされた方が宅建をやると、だからその点に関してはかなり有利になってくるのかな、有利ですね、うん、だからまあ本当に学習しやすいかなと思いますね、うんうん、そこはありますね、で私がその宅建行政司法書士って言ったので、うん、まあ、お二人みたいなねちょっと自慢はできないんですけどむしろ結構私5年ぐらい司法書士かかったので、うん、だからちょっと何でしょう、
受験生に寄り添って話せるっていう言い方は悪いかもしれないですけども、あのそうなった時に一番恥は1年ですからね。1年で受かってますから、ね、だからね、私3年次元が違うんですよ。本当にアクリル板のこのね、なんか、ね、境界線が張ってる、あそこね、そこ一番熱い、ここがね一番熱いんですよ、一番みたいな、こんな感じ、自慢なところです。その後苦労してますから。いやいや何が。宅建受験生が司法書士やるってなった時に、ただやっぱりそのイメージはつかめると思うし、うん、あの相性がめっちゃいいんですよ、うん、不動産とその司法書士っていうところで、うん、業務上もそのまあお金の話もあれだけども、やっぱりね、うん、稼ごうと思えば稼げるようなダブルライセンスもなると思いますし、うんまあ、メリットは大きいので多分やっぱり、ね、やる受ける方の、まあ、全員じゃいませんけど、大半の方は不動産取引かなんかに携わっている方が多いわけだから、そこ、ね、からやっぱ民法は入りやすいだろうし、うん、なおかつその民法の分野でもその物件という分野、不動産取引の対象になる物件の分野が実際のほとんどになります。債権という分野についてはもう4問程度しか出ない、少ないところだと思うんですよね。でなおかつその不動産投機となればまさに本当にやってることだと思いますので、初めの本当に2科目ぐらいのところは本当に入りやすいんじゃないかなとっていうふうに思います、うんうん、いや本当にそう思います、もうじゃああれですね、宅建から司法書士に行く、司法書士から宅建に行くって、ね、相互のメリットをちょっと今今日伺って、はい、うんね、ぜひあの、ね、どちらからスタートしていったとしても、まあ、ダブルライセンスっていうのは夢があるっていうことを、ねうん、ちょっと皆さんに思いますね。いや、ぜひぜひダブルライセンス、ね、目指していただきたいかなと思います ね、あの両方持ってらっしゃる吉野先生がちょっと今日レックと、ね、コラボしていただいて、あの新しいあの流れをちょっと作っていけたらなと思います。レックの司法書士講師にイケメンが必要だなっていうことを改めて感じて、あのまた隣からすっごいなんか変な目線感じますね。私が圧がということで、取り留めを挙げましたので、この辺りにしましょうか。今日で3人でとりあえず撮ってみた動画以上になります。どうも最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。